こんばんちゅんライフガードです。ということで今回はですね、皆さんが気になっているであろう質問に答えていきたいと思います。ソロでね、普通にマッチング回しながら、だらだら喋っていきたいなと思います。で、今回の企画というか、まあ題してタイマン最強、待ってエコーかけるわタイマン最強のタイマン最強のタイマン最強ランキング。はい、タイマン最強のタイマン最強ランキングであったかな。タイマン最強によるの方がいいかな。まあどっちでもいいわ。まあじゃあまず一番初めにタイマンのね動画を撮り始めたきっかけにとなったプレイヤープロゲーマーなんですけども、実はですね、もうね今はフォトナを辞めてしまっているんですが、知ってる人はもう昔からやってる人は、ね、絶対知ってると思うんですけど、 CR のトッピーさんという方と、最初ねタイマンをしました。はい、今はね APEX を頑張ってるんですけども、そこから僕がねタイマンへの道へ進んでいったっていう感じですね。それがね結構ねいい感じに伸びて、PS4 パッド最強っていうのがね結構染みついてきたあたりで、リズさんからねこう DM が来て、タイマンしませんかと、これはやるしかないと、もうチャンスだっていう感じでね、もうかましたろって思ったらボコボコにされましたね。そこから本当にタイマンにどっぷりハマって、どんどんやるようになってって、でボブくんとかワイルドホークとか、まあいろんなスイッチ最強の人とかともね戦ったり、ユーゴゲームズさんとかね。それでじゃあね、まずベスト5説明していきましょうかね。ベスト5、じゃあ5番目に、お待ってね、敵いるか倒すわ。ベスト5、わめっちゃ縦積みしてるけど、これグズ戦じゃね。グズは、はいはい、パパよー、 CR ネプライトかわいい名前。そうランキング、そうランキング5位だ。待ってまた来た、待って、えいえ抜いていく。さあそれでは早速、5位の発表をしていきたいと思います。建築勝負で5番目に強いなって思った方は、ドルデン、ワイルドホークでございます。イエイ。ワイルドホークはマジでめちゃくちゃうまいんだけど、ワイルドホーク今等速にしてるけど、昔は加速とかでやってたから建築がねしづらいっていうのはあると思うんだけど、そんな感じで、5位になってきましたね。 FFA はボコボコにされてる。まあでも剣バトは勝てるかな剣バトはまだね、ワイルドホーク勝てるかなと思います。次4位ですかね。4位の発表したいと思います。4位がドゥルルルルルルン、ディズアートさんでございます。いやねディズくんもね本当に強くてね、 PS4 の頃のボコボコにされた時の悔しみはね忘れないね。本当に悔しかった。そっから成長できたから本当にねディズさんには感謝しかないですね。ディズくんで良いってやばいよね。いやもう全然もう全員1位なんだけどさ、本当に全員1位にしたいんですけど、まあね優劣をつけるんだったらっていう感じで、本当はこういうこと言うの違うんだけど、本当に全員めちゃくちゃ強かったんですけど、めっちゃ来たんだ。倒すか、もう一人いるだろう。逃げんな。
OK。 さあというわけで、それでは第3位の発表したいと思います。誰が来るんですかって話なんですけど、ボブくんでございます。はい、はい、僕の中でね3番目に強かったなって思いました。いやマジでいつかな、結構前なんだよねボブくんと剣バトしたのは。今はね勝てるかどうかも定かではないんですけども、はい、3位がボブくんですね。てな感じでこっから2位と1位です。2位は誰かと言いますと、ハムッピさんでございます。ハムッピさんはねマジで焦った、ガチで今までこうリズくんにこう PS4 の頃に負けてから一回も負けてなかったのよ。一回もどんなプロと戦っても負けてなくて、プロ狩りのライフガードって言われて、まあ、浮かれてた中で初めてハムッピさんにね 5-0 っていうね驚異的な点差でボコボコにされて、もうマジで勝てないって思いましたね。本当にあこの人には無理だって思ってってな感じでしたね。第2位がハムピさん。さあということで来ましたよ第1位の発表。第1位はペンラギスくんでございます。一単語絶望マジ絶望。ラギスくんとは確か 5-3 だったかな、 5-3 か 5-2 だったと思うんですけど、ハムッピさんみたいなその完敗っていうあれじゃなかったのにもかかわらず、とりあえず上取り合戦では負けないぞみたいな、そんな感じのね戦い方で勝ってきたのに、なのにもかかわらずラギスくんはそんな戦い方も もう関係なしにボコボコにされましたね。てな感じで第1位がラギスくんでした。さあ皆さんの予想は的中しましたでしょうか。ただねまあラギスくんに負けたとはいえ、まあ、これからねまたラギスくんにもリベンジしようと思っているので、その時はねまた応援よろしくお願いしますという感じでしょうか。という感じでね、タイマンじゃねえや、フォートナイト終盤なので締めましょうか。はい、開けろ、はい、てな感じでね今回はこんな感じで終わりたいと思います。この動画が良かったなと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイバイ。